ジャモリディネ・アブド・ジャパロフジャモリディネ・アブド・ジャパロフは、ウズベキスタンタ主権と出身の、自転車プロロードレース選手。1990年プロデビュー。1990年アルファルム、91から92年、彼ら、93年ランプレ、94年ポルテイ、95年、ノベルソフトウェア、96年チェラミケルフィン、97年ロット。 97年に引退。持ち前のスプリント力を武器にステージレースの区間、優勝争いで活躍。その強さと時に失格になるような、荒っぽい走りで、タシュケントの虎の異名を馳せた。通算49勝。アマチュア時代から、実力は折り紙付きで、東欧最大のステージレース、ピースレースなどで勝ち星を上げているほか、ソウルオリンピックでは5位に入っている。 1990年に旧ソ連選手で構成されたアルファルムでデビュー。この年は勝利を挙げられなかったが、翌年はセミクラシックレース、ヘイトウェベルヘムで勝利。競合スプリンターとしての名を挙げた。この勢いを勝ってツール・ド・フランスでは着実に区間優勝とポイントを重ねポイント賞を獲得するが、ティミトリ・コニシェフと争ったシャンゼリーゼのゴールスプリントで遮光し、 道路脇に設置されていた広告用モニュメントに激突して転倒。後続車にも次々に追突されそのまま入院するという事故を起こした。翌1992年のヘントウェベルヘムではゴールスプリントにおいて進路を塞いだマリオチポリーニのレーサーパンツを引っ張り強引に進路を開けさせる。反則を取られ1位でゴールしながら失格となった。 これら一連のトラブルで射光、打光の暴走スプリンターという、ありがたくないイメージがつくことになる。1993年のツール・ド・フランスでは、マリオ・チポリーニ、ウィルフレッド・ネリッセン、ヨハン・ムセウといったライバルが、序盤のマイオ・ジョーヌ争いで消耗したのを尻目に、 後半ステージでも勝ちを重ね、大事故を起こしたシャンゼリゼで雪辱を果たす区間3勝目を挙げて2度目のポイント賞を獲得した。1994年は、ジロでイタリアにも出場し、区間優勝争いでは、ヤンス・ボラダやエンドリオ・レオーニといったスプリンターの後陣を敗した、もののコンスタントにポイントを稼ぎ、ポイント賞とインテルジロ賞の両方を獲得した。 ツールとフランスではこれまでの危険走行がなりを潜め、スマートなスプリントを徹底。区間2勝と3度目のポイント賞に加え、フェアプレー賞も獲得する大活躍を見せた。1996年以降は若干スプリント力が衰えたため、集団スプリントからゴール数キロ手前で集団から飛び出し逃げ切る、ロングスプリントのスタイルに変貌を遂げたが、 1997年のツール・ド・フランスで、ドーピングチェックで陽性となり、追放されたのを機に引退した。残り 1km を切っての落ち者は、集団最後尾と、同タイムのゴールが認められているため、記録上は完走。最大のライバルと目されたチポリーニは欠場。ネリッセント・ローランジャ・ラベールは、第1ステージのゴールスプリントで警官と激突する。 大事故を起こしリたいやと思だったライバルが戦う、前から消えていった。ありがとうございます。